り分題と三脚を外すことができます。外したところでどうすればスリーウェイ分題が使いづらいんであれば、おすすめは自由分題です。自由分題というのはこちら、つまみ1箇所で上下左右あらゆる方向自由自在に動きますよというものです。先ほど分題を外した三脚にこの自由分題をつけていきます。SBH550 というスリップの自由分題です。この自由分題の特徴はつまみ1箇所でスムーズに方向が変えられます。軽い力でしっかり固定されますというのが特徴です。カメラの取り付けもこのつまみを緩めておいて、分台そのもののカメラを取り付ける部分をぐるぐる回して取り付けます。このつまみを締めておくとしっかり固定、ちょっと緩めるとあらゆる方向に自由自在に動かせます。縦位置、反対方向でも縦位置になります。真下も向きますし前も向きますといった具合で、あらゆる方向に動かせてこのつまみ一つでしっかり固定できますよというのが特徴です。自由分台非常に便利なもんですけども、機材によってはあまり使いづらい時があります。例えば望遠レンズ、望遠レンズだと上下左右全部自由自在に動いてしまうので、思いのまま動かすことがなかなか難しい、ちょっとした動きが大きな動きになっちゃいます。そういう場合はスリーウェイ分台の方が便利という場合もあります。自由分台に続いてより使いやすくといいますか、スリップオリジナルで開発された分台を2つご紹介したいと思います。1つはこちら、スリップが1960年代に開発した、今でもスポーツの現場でよく使われているフリーターン分台です。甲子園球場や東京ドームといった野球の現場、あるいは野生動物を撮るといったカメラマンの皆様にお使いいただいているのがこちらのフリーターン分台です。スリーウェイ分台と似ているのはハンドルが出ているというところは似ています。ところがこのハンドルは上下方向の動きと同時に、今キャップを取りましたけど、ここを見ていただくと耳の部分が緩んで左右方向も動かせる。ハンドル1本の操作で上下左右が1本で動かせますよといったのが特徴です。だからスポーツ新聞のカメラマンさんが使うというのがこちらのフリーターン体力の分台になります。今スポーツの新聞社ではほぼ9割方このタイプの分台です。上下左右以外の動きでもう一箇所ご注目いただきたいのはこちらのレバー。このレバーを上に上げるとカメラを載せる台が360度ぐるぐる回ります。止めるのはこのレバー1箇所。実際にカメラを載せてご覧いただきたいわけですけれども、この分台フリーターン分台はダブルナット式の取り付け方式です。先に銀色のネジを締め込んで、銀色のネジを締め込んでから今度は黒い方を締め付けます。そうするとカメラ底と雲台の上面がぴったりくっつくといった構造になりますけども、この動きで上下左右以外にこのレバーを緩めて左右、カメラとハンドルの位置関係を見てください。これで縦位置、反対側で縦位置、真下、真上、全方向自由自在で動かせて、止めるのはハンドルとレバーの2箇所というのがこちらのフリーターン分台の特徴ということになります。
例えば傾斜地で三脚を立てる場合こうなることありますよね。この場合もハンドルを傾いている方向に持っていくだけで水平調整ができます。水平調整をした上でこちらのレバーを緩めれば水平のままカメラが回転できます。だから流し撮りといったような撮影の時でもこのカメラの回転をうまく使えば可能ということになります。縦位置、反対側でも縦位置、真下を向けば真上を向く、全方向自由自在に向いてなおかつ水平出しもうまくできますよというのがこちらのフリーターンタイプの問題になります。さて、フリーターンの問題、これもまあスリップのオリジナル商品ということになりますが、1988年に出た次にご紹介する問題、次のご紹介する問題がやはりこちらもスリップオリジナルの問題ということになります。こちらスリップの AF2100 型という問題です。特徴はというと、このグリップを握ると全方向を動きます。離すとロックされますという動きの問題、ねじれなくていいという問題です。さて、この AF2100 乗せるカメラの重さ3キロまで大丈夫です。グリップを握るだけで自在に動きます。さらに手元のこのつまみを上に跳ね上げると上のクリップシューを外すことができます。クリップシューをあらかじめカメラにくっつけておくクリップシューと本体を合わせます。カチッと音がして固定される。ただこの状態ではぐるぐる回りますので、最後にこちらのレバーを下ろすと本体とカメラが固定されますよといった構造です。で、実際使うときは左手側にグリップ、右手側にシャッターボタン、このようにしていただくとピント合わせとピント合わせとフレーミングが両手でできます。オートフォーカスで使うのが非常に便利ということになります。もしマニュアルフォーカスでお使いになりたいという方だと、グリップとカメラの位置関係逆ですね、右手側にグリップ、左側でピントリング、構図とピントを決めてからあとはシャッターを押すだけといった使い方が可能です。縦位置に向けるとき、雲台の下側に溝があります。この水の位置はグリップを握っていると好きなところに回ります。この溝が回った方向で倒せます。ですからこちら側でも縦位置にできれば反対側でも縦位置にできます。好きな方向に向けられると、で簡単な操作、握って動かして離すだけで止まるという非常に優れた雲台がこちらの AF2100スリップ独自の雲台です。さて、雲台いろいろご紹介してまいりました。雲台と三脚は交換できますよ、三脚の雲台部分は外れますよというお話をしてきました。ですが雲台と三脚単に外れるだけではなくって、この間にさらに連結させることもできますよというお話を続けていきます。こちらのカーボン 723U伸ばして1メートル70センチほど、もっと高い位置から撮影した、例えば運動会で人がいっぱい並んだからみたいな時、今お見せしているのは S ポールデジタルという延長棒、この延長棒を使ってやると大型三脚、中型三脚でもエレベーターを簡単に延長できます。うまく伸ばすと2メートル近くまで伸ばせます。ただまあブレの問題ありますから、速いシャッターを切るとか、まあ、レリースを使うなどの工夫必要なんですけども、それでも大型三脚じゃないと取れない
背が高い三脚の世界が簡単に手に入れることができるというのがこちらのエスポールといったわけです。さて、三脚と雲台、まあ、選び方、使い方、いろいろお話ししましたけれども、最後にもう一つ小さい三脚をご紹介したいと思います。こちらスリップのプロミニ3、非常に軽い三脚です。 300g ちょっとです。持ち歩くときカメラにつけっぱなしでもそれほど気にならないぐらいの軽さです。こんな小さな三脚ですけども、ちゃんと一眼レフ用、足を開いてやると今カメラの横幅の 1.5 倍もないくらいなんですが、ごくわずかなんですけども、ナット式の足を緩めてやると伸ばすことができます。目いっぱい伸ばしてやればカメラの横幅の2倍ぐらいの広さに伸びます。こうしてやると地面に置いて撮影するといったときに、まず三脚が倒れることはありません。ローアングル、ローポジション撮影は簡単にできます。さらにちょっと記念写真を撮りたいというとき、台の上に置けば高さを稼ぐことができますし、スローシャッターを切りたい、台はないけどどうしようというときも、このように壁に押し当てて使える、これだけでも安心してスローシャッターを切ることは可能です。さらに台や壁がない場合でも、ご自身の肩のこの辺の骨ですね、硬い骨がありますけども、ここに三脚の石突き部分を当ててやるとどうでしょうか。手持ちの時の保養的な使い方として三脚が活用できます。スローシャッターを安心して使える、しかも重さが 330g ほどでカメラバッグの中に入るといったところで、優れもの、三脚1本お持ちの方にもう1本お勧めしたいのがこちらのプロミニ3という三脚です。まあ、このように三脚、雲台、いろんな商品がスリップから出されています。ぜひ売り場で手に取って三脚を確認してみてください。